はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は生ビール、サントリーのクラフトセレクトシリーズのビターエール。これ飲んだことねえと思うんだけど、何が飲んだかね、このクラフトセレクトシリーズもね、いろいろ出ててね、ちょっと覚えてない。アルコール度数 5.5%。天然水 100% 仕込み。原材料が麦芽とホップ。クラフトセレクトは世界の多彩なビアスタイルを通じ、個性的な味わいをシリーズでお届けします。多分飲んでねえと思うんだよ。キリッと清々しい、香りと、キレのいい苦味。多分飲んでねえと思うんだけど。多分結構いろいろ出てるからね、このクラフトセレクトシリーズ。ビターエール。多分飲んでない。なんか似たようなのはあるけど、スペシャルビターっていう。なんかすげえ、スペシャルビターっていうのはあるな。それとは違う。それじゃ乾杯。苦いか？香りが5つ星、旨味が3つ星、苦味が5つ星、ボディが3つ星って書いてある。大して苦くねえけどな。クラフトセレクトシリーズ。7月5日に、発売されたのが、このビターエールと、あと、セゾンってやつですね。どうやら以前売ってた、スペシャルビターの、なんか、なんだろう。代わり？スペシャルビターの、ちょっと違うバージョンみたいな感じなのか。ちょっとあれを見てみますか。久々に。なんだっけ。お酒のブログ。あなたの知らないビールの世界。これじゃねえな。ワールドビールか。セゾン。ビターエール。まあ、いわゆる、ちょっと柑橘系の味がするビールなんですけど、そこまで苦いかっていうと、いや別に苦くねえぞっていう感じなんですけど。クラフトセレクト。バイゼン。第何弾まであるのこれ。スペシャルビター。まあ、10種類、全部で10種類ぐらいあるのかな。クラフトセレクト。
そんな苦くないけど。まあ、苦いかって言えば苦いけど、もう今までいろいろ飲んできた結果、これぐらいのレベルになると全然苦くない。正直。口の中に残るっていう苦さもないし、どこがビターなのかなって思う。大したものでもないですね。クラフトセレクト。一応今売ってる中だと、今んとこ3種類ペールエールとバイゼンとゴールデンエール。そしてこのビターエールと、あとなんだっけ。セゾン。ですね。が今のところ手に入るものという感じでしょうか。9月の20日には、IPA、インディアペールエール。これ前飲んだよな。IP。あと、ウィートエールというのが、発売になるみたいです。IPA は前飲んだよな。インディアペールエールは半端ない苦味だからな。インディアペールエールに比べると、このビターエールなんて全然、平ぐらいのレベル。と言ってもいい。IPA また発売するのか、これ。IPA。 IPA は昔発売してましたよね。数量限定の。数量限定って書いてある。これは数量限定じゃないんだな。数年販売になるか。IPA。2015年の12月に発売してますね。まずくはない。まずくはない。普通じゃないか。3233です。ご視聴ありがとうございました。